はいではちょっと今日あのはメッセージの前にコロナの対策について皆さんに神が配られていると思うのですがあ配られていないのでプロジェクトここにあの、はい、出ますね。出ます。Pastor Yumi is going to explain about how、uh, his called church is、uh, going to take measures for、uh, COVID-19 and the English translation、uh, will be e e on h、uh, r up here. So please read this and I will get up. はいえーとまあ、皆さん、毎日、ね、ニュースでもうコロナのことは毎日毎日あの聞いていると思うんですが協会としての対策をお話ししたいと思いますまず、えー、とこのような文章で読んでいきたいと思いますが、えー、新型コロナウイルスの感染症へのヒズコールチャーチの対応ということです、えー、連日のニュースでコロナの問題が世界的に広がっています。 2月26日の今後2週間のイベントの自粛がありましたそして3月2日の安倍首相のメッセージがあり小中高の休校要請も出されそして10日にはパンデミックという発表もありましたで現在は少しそのコロナの流れがずれているように思うんですけど でえーまあ、コロナということのこの感染症の広がりを聖書がどのように語っているかということですで聖書ではこれをあの疫病というふうに表現していますで疫病というのは神様が想像したものではありませんアーメン <laughs> よかったねっ、えーえー、神様があーこの想像してくださった世界が まあ堕落した堕落して、えー、この疫病というのはあの本当繰り返されていますで、えー、古代ではあの天然痘中世からはペスト19世紀はコレラというふうな感染の名前が出ていますで、まあ、このコロナの混乱というのはあの本当に聖書に書かれているあの一つのことですそして もう本当に終末、この終わりの時代という聖書が語っているものへの警告でもあるのではないかなと思います。だからこそ本当になくてはならないイエス様を信じるそして救われる伝えるということの大切さを本当に痛感する時代になってきたなと思っています。 えー、イエス様は週末に対してルカの21の11節で、えー、そのこのように語っています大きな地震があり、えー、方々に飢饉や疫病が起こり恐ろしい光景や天からのしるしが起こりますと言われていますで、えー、さっきもそうでも言いましたがそのような疫病を神様が起こしておられるわけではありませんしかし神様はこのような混乱の中で決してなくならない平安を与えて 世の中にキリストの光を輝かせようと願っておられると信じます、ね、ヨハネの14の27私はあなたに平安を残します私の平安を与えます私は世が与えるのと同じようには与えませんあなた方は心を騒がせてはなりませんひるんではなりませんね、このいろんな情報は正しくね、本当に聞き正しく捉えなければならないのですが それを心にそのまま入れて不安になり騒ぐのとは違うということを本当知ってほしいと思いますでは私たちができることは何か、ね、ニュースを聞かないのではありませんニュースを聞きましょう、ね、そして、えー、疫病にそのコロナに対して各自が、ね、今日マスクしていただいてますけど本当にありがとうございますそのような、えー、予防をするそして、あのー 抵抗力のある健康な体づきを作りをやりましょう、はい <laughs> ね、あのこういうことを通して私たちね、あの免疫力を高めることをはじ、やっと気づくね,ね、痩せないかんなとか、あの外食ばっかいかんなとか、若い子、コンビニじゃいかんなとか、ねね、ちょっと家で作ってみようかなとか、バランスの良い食事してください。そして えー、そして、えーそうですね、同時に揺るがない、揺るがない、えー、平安の源である主を見上げましょう、ね、そして、このいろんな本当にこう,こういうことを通して恐れる世界がすごく浮き彫りになっています本当に浮き彫りになっていますで本当にイエス様の平安を明かしする素晴らしいある面 あの機会でもあると思いますね。そして共に病気をされた方のために祈り主が治めてくださるように祈りましょうそしてヒズコールチャージとしての具体的な対応を7つお話ししますまず私たちは、えーまあ、安倍首相の政治的な方針やあまた名古屋市の方針に従って、えー、コロナ感染の対策をしていきたいと思っています その具体的な方法としては、えー、教会の建物に入るときは必ずアルコール除菌をしてくださいそして、えー、今日も除菌してきましたか玄関でねそれをあの徹底していただきたいと思いますで、えーまあ、平日もそのように家でも、ね、ここに日曜日だけじゃなくてもそのようにお願いしたいと思いますそして教会に来る時は あのマスクを着用することをあの推薦しますあの義務ではないので推薦しますあの本当に個人の見解ってとってもこれあると思うのであの一概にルールにはしませんが本当に感染を防ぐためまた防,ぐ防がなきゃいけないために自分の万全をとっていただきたいと思いますそして教会のキッズチャーチは、えー、ぜひ、えー、参加する子どもの体温を あの自宅で測って熱がないかを見て来ていただくようにお願いします子どもたちはもっとあのあの、ね、あの動きも活発なのであのキッズジャージの先生本当にお願いしますもう1回出たら必ず洗うぐらいの,あの,あの手洗いうがいですねお願いします。 そしてあ残念ですが、ランチ、協会でのランチは3月中はお休みしますので各自で、えー、準備してほしいと思いますコンビの、コンビニを助けてあげてください。<laughs> えそして、えー、次、大事なのはコロナ対策で礼拝を休まれる場合、これは本人の判断に本当に任せています、なので信仰がないなんとか絶対言わないでください。 信仰が弱いのかとか絶対言わないでください、ね、それは責めたり信仰の問題とは関係ないので本当にあの主を礼拝することを心から礼拝することを本当にあのし続けてほしいと、えー、思いますそしてあの、ね、私はあなぜ礼拝をこのように持っているかというとあの本当礼拝、ね、来る来ない個人のことなので来てくれる人がいる。うん だからやります。はい。はい。多分来なくてもやりますとかで、ね。<laughs> はい。あの私は、本当に、あの、これは個人的なことですけど、来てくださる人がいるなら、一緒に礼拝したいと思っています。そして、あの、特に、あの、この礼拝終わった後、ちょっと寒いんですけど、皆さんで換気をしてほしいと思います。ここ、真っ暗いんですけど、窓開けて、全部窓という窓を全部開けて。空気の流れを作って、あの換気して。 あの、してほしいなと思います。はい、で、あのー、はい、こんな感じですけど。よろしいでしょうか。はい、そして、あのー。いつもと変わらず、笑顔でいきましょう。<laughs> はい、じゃあ。 はい、<laughs> ありがとうございます。であそうですね。まあ、もしね。本当に近くに何か風の人がいたら何か不安になったり不審になったりするんじゃなくて、本当に祈り合ってね。あの家にいててねって優しく言ってあげてください。<laughs> はい、ではあのまずこのことについてお祈りします。皆さん、あの心合わせてほしいと思います。

そのそばにいる家族の皆さんを本当に守ってくださるようにお願いします。そしてこの影響によって、失業した人もいるので、どうぞ新しい仕事が与えられますようにお願いします。

特にそこに立ってくださっている、トップの人たちの心を、神様が守ってくださるようにお願いします。どうぞこの、特にこのような、方々のために、教会で、祈り支えること、ができるように、神様、導いてください。 そして神様の助けと知恵がありますように何よりも揺るがない神様に出会えますようにお願いします。また子供たちが自宅にいる家庭がたくさんいます。どうぞお母さんたちの精神的な負担を神様本当に癒してくださるようにお願いします。 子どもたちのストレスが何らかの方法で解放されますように。本当に教会もそのことを助けていくことができるように導いてください。Lord, uh, また日本でこれをリードする安倍首相の上に本当に神様の手が置かれますように導いてください。Lord Father, I ask your hands、uh, to be upon this Prime Minister、uh, Abe. 神様不安になっている人たちの中に本当にこの闇の中で光をくださるイエス様と今こそ出会えますように導いてください Lord, God, you, world, あなたが今も働いてくださっていることありがとうございます you you イエス様のお名前でお祈りしますエイメンありがとうございました <Thank you. S 1> はい